さあ今回の動画はですね、旧家村野登千里浜の後半戦になっております。はい、いや今回ですね、ナスを焼いていきたいと思います。ナス、そして、焼肉、そしてビビンパとなっております。はい、こちらあタンですね、うん、タンと、そして牛カルビーですね。はい、そしてあみえんみえあホルモンもありますね。これは完全に忘れておりました。ホルモンも美味しくいただきます。でちょっとで、ね、バトニングをしていきたいと思います。これちょっと手が痛いときは、まあグローブなんかすりゃいいんですが、グローブせずにですね、斧でいっちゃいます。そして、お箸完成しました。うん、ナスがいい感じに焼けております。はい、全然できてなかったということで、再調整ですね。はい、この時間がね、僕はたまらなく好きです。うん、はい、で、調整し終わった箸がこちらですね。まあ、ほぼ変わらないという形で、はい、そして行きましょう。ナス焼けろ。中見てみましょう。ああ、いい感じじゃないですか。これはもうまさに食べ頃。はい、こんなちっちゃくなっちゃいました。はい、ちょっと焦げの部分をね、剥いてったらこんなにちっちゃくなっちゃいました。はい、失礼しました。そしていただきます。熱いんだよねこれがね。うまかったんです。これね、熱いけどめちゃくちゃうまかった。やっぱね、キャンプに来て焼きナス最強説っていうのがあるんですよね。めちゃくちゃうまい。そしてまあ、定番のお肉ですね。これはもう安定の美味しさですから、はい、炭火でいっちゃいますね。この箸のクオリティが何とも言えないクオリティなんでね、なかなか取りづらいっていうのはありますが、はい。そしてここにです、焼肉のタレ。今日はね、焼肉のタレでこういただきます。あ、やっぱね、焼肉のタレはうまい。うん、そして最初にね、タンに言っとけばよかったななんて思いながらも、まあでもそんなもいいでしょうと。はい、はい、焼けました。でこちらタン、どうやって食べるか。まずは塩コショウですね。まあ、塩コショウで終わりなんか食べましょうかと思いきや、レモンもあると。はい、私レモンも持ってきております。そして、めちゃうまでした。そしてこちらのホルモンも焼いていきたいと思います。こちらのホルモンがですね、美味しかった。コテッちゃんのようなタイプのホルモンでしたね。コテッちゃんのようなタイプのホルモンも好きです。そしてもうコリコリがもう永遠に止まらない、もう顎が壊れてしまうようなホルモンも好きです。はい、まあ、今日はコテッちゃんのようなホルモンです。はい、美味しい。美味しいですね。そしてご飯を炊いていきましょう。ビビンパの準備ですね。はい、ご飯を入れたら、これ白衣の水ですね。白衣の水で炊くのが美味しく炊けるコツということで、はい、いってらっしゃい。ね、やっぱりビビンパは贅沢にいかなきゃいけないですよね。先ほどの余ったこちらのお肉焼きまして、ああいい感じですね。あ、炊きかけてますね。うん、あ、救急車の音がね、なっちゃいましたね。ちょっと静かな中楽しんではいたんですが、おっとやばいぞっていう感じですね。はい、そして、白ご飯が炊けました。いい感じですね。そしてこうビビンバでしたね。ビビンバだと思ってたら僕だけでしたね。ビビンバでした。はい、そして仕上がりこんな感じになっております。やっぱね、これたくさん贅沢に食べたい。うん、どうでしょう。ああ、美味しい。そしてサゾーのサが、ドラゴンボールのね、悟空の5みたいになってましたね。
ああ、夕日が綺麗だ。で、こちらはね、休暇村の放課になって、いますかね。はい。こんな感じで近くを通りながらですね。はい。今ちょっとあるところに向かっております。はい。こちらが休暇村の正面玄関になっておりまして。そして、そっからですね、ちょっと、道路の方に戻っていくとですね、右側に入れる、ポイントがありまして、そこを下っていきます。そして、アゲハチョウですか？何ですか？蝶々みたいな蝶々がいましたね。そして、少しずつ進んでいくと、チリ浜が見えます。はい。いやー、綺麗ですねー。いやー、綺麗だ。これは綺麗ですねー。いや、本当にこの海沿いに住んでる特権といいますか、海沿いのキャンプ場を使った特権といいますか、ね、こんな森と海が一体化しているような、キャンプ場、なかなかないんじゃないでしょうか。いや、これは最高ですね。さあ、ということで、存分にチリ浜を楽しんでいただけましたでしょうか。はい。そして、ね、僕はですね、汗もかいてご飯も食べ終わりましたんで、お風呂をお借りに行きたいと思います。はい、もう本当にここでね、いつもお世話になっておりますね。ここのお風呂は広くてね、露天風呂と内風呂とあって、洗い場も綺麗で最高です。はい、ということで、今日の動画いかがでしたでしょうか。はい、これはね、入浴チケットでございます。はい、楽しんでいただけたら幸いです。それでは皆さん、チリ浜行ってみてください。それではまた会いましょう。バイバイ。はい、余韻長くてすいません。それではまた会いましょう。バイバイ。